バックで3回あとボルダリングワールドカップにセットしてて、おそらくあの去年あのワールドカップのボルダリング大会で一番多くあのセットをしているあのセッターになります。で、今 の、 そのワールドカップ の、まあ、あのトレンドというか、まあ、流行りというか、そういった課題が、主に、講習会のテーマになりますので、ワールドカップと聞くと、まあ、ちょっ と、 あのちょっと、まあ、上の大会かなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひあのブロックから、ね、あのワールドカップを目指す、選手があのどんどん出てきて欲しいと思いますので、すごいいい経験になりますので、もしよろしければ、興味のある方は申し込んでいただければと思います。日程は、3月の10、11で、JFA のホームページかライナー&バードさんの、ブログで告知してますので、よろしければ、興味のある方はちょっと見てみてください。本日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。